ホリエモンチャンネル。それでは今日の質問です。私は堀江さんのように炎上を恐れないようなメンタルを羨ましく思います。自分自身に自信を持ち、周りからの意見を気にしないメンタルが欲しいです。特に対人関係では発言も少なく消極的です。先日、嫌われる勇気という著書をおすすめされていたかと思いますが、他に何かアドバイスをいただけますと幸いです、という質問です。はいはい、ということで本日のゲストご紹介します。ゲストはひろしさんです。ひろしです。明るくなりましたね。もう 4回目なんで、4回目なんで、ね、はい、じゃあ私の答えからいきます。はい、あなたのことなんか誰も気にしてないよ、以上。まあでもそれ基本そうなんですよ、ね、いやそう、基本これもうそうなんですよね、うん、みんな自意識過剰なんですよね。わかる、うん、だからそのこれ1回目呼ばれた時に、あの堀江さんね、あの10年前僕呼ばれたけども、なんかあったから呼ばれたんじゃないかとずっと思ってたんですけど、何もなかったというね。ただ大人の事情で呼ばれただけっていう、まあ、そういうことなんですよ。気にしてないんですよ、うん、そうなんですよね。ね、だからそれも分かってながら、僕堀さんと違うのはやっぱ気にするんですよ、僕は、うんうん、ね、私も気にするタイプです。断ち切りたいんです。だから、うん、本当誰も気にしてないっていうのを実践していきたいんですけど、うん、どうするんだろう、ね、だから全然まずそれがベースにあって、でまあ割と自分が忙しくしてやってると気にならなくなりますよ。あ、そうね、だ最近俺今年忙しくて、あのすごい忙しいアピールがすごいですけど、ちょっとすみません、やっぱ暇な時ほど考えます、ね、これをね考えましたね、ずっと、うん、周りは何と思ってんだと、うん、まあ一発だと思ってんだろうけども、うん、ね、大体わかるわけですよ、こう思ってる時。だから今年忙しかったから本当こういうことあんま考えなかったんで、うん、確かにもう忙しくすることが一番いいのかもしれないですね。好きなことで忙しいと特に気にしないですよね。そうそうそう、だもうそれどころじゃないもんね、うん、いやだそう、好きなこと全部やればいいんですよ、うん、ね、うん。僕だから毎日好きなことで埋め尽くしていっていう、ね、だからこの番組こんな朝撮られてるの知らなかったですもん。いや朝もあるし、いやいや朝からだからびっちりスケジュールをね入れられてるのかなっていう。いや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 、あの僕はこんな早くは行動、なんで今日朝なんだろうね。あ、忙しいからだ。ああ、ここに原因があったか。今日はちょっと私が言いました。ここに原因があったから。今日は最近言ってなかったでしょ。ほら。今日は。ここに原因。俺意外と、夕方ぐらい別に何もないんだよね。あ、ちょ、そうなんすか。俺、だから、あ、堀山さんが、ね。なんで今日、ヒロシさんが忙しいのかな。いや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 、合わせますがな、堀山さんは。うん、堀山さんが、あの、なんていうの、朝からびっちりこう、こう段取りがあると。そうなんですよ。今日、俺、なんでこんな早いんだろう、俺午後スケジュール割と空いてんのになとかって思って。そうなんだ。で、よし、番組終わりましょう。はい、じゃあ早めに早めに巻こうとするから。それも、あれ、それも自分の都合か。カメラに。いやいや、そんなことない。いつもはめっちゃ合わせてます。いつもはめっちゃ合わせてますって、ね、そうですか。今日はちょっと、ありまして。ちょっとあれですね、やっぱすぐ顔に出ますね。顔が真っ赤になられますね。いや、俺だって、結構スケジュール空いてんだよ。あ、本当ですか。あれ俺忘れなかったんだ。あそこにいたんだ、原因が。4時ぐらいから全然空いてんの。あ、ちょうどよかったな、4時ぐらいが。僕も7時ぐらいまで。本当ですか。4時が良かったですか。起きてすぐだから、なんか、うん、そうですか、ね、すいません、いや、みんな朝活したいかなと思って、ね、なるほどね、うん、できればねゆっくりちょっとしたかったなっていうのはありました。はい、じゃあカメラに向かって告知をお願いします。あ、ひろしです。本出したよ、立派な本です、買ってね。はい、ぜひ皆さんご購入ください。それでは最後 HIU ニュースに参ります。イベントグループでは鳥取県の住職さんがプログラミングを短期間で学べるスパルタキャンプとテラコヤをコラボした企画が開催されます。今回はルビー言語が学べます。 HIU ではこういった情報にいち早くアクセスできます、ということで、すごい、住職さんもコラボし始めたんですね、スパルタキャンプね。いや、住職の多分サロンメンバーがいて、サロンメンバーがいてね、住職さんの、うん、で、あとそのコラボして、あのプログラミングスパルタキャンプも HIU の人がやってるから、うん、それをコラボしてるっていうことでしょうね、うんうん、スパルタキャンプって何ですか。なんか1ヶ月とかで、あの何をスパルタ、プログラミングができるようになるっていう。はあ、朝から晩までプログラミングやって、
だからもうその短期間でがっつりとプログラミングを勉強しましょうという。そう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 。でも住職さんがもうやっぱもうこういう時代なんですね。あんまりこう住職さんってこのなんかネットの世界とはこう、ね、離れた世界の人かと思ったけど、結構でも最近そういう住職増えてますよね。はい、もうやっぱその時代だって納骨堂がもう機械ですから ね、それあんま関係ないと思いますね。いやいや俺あんまりちょっと意味がな、なんですかね、うん、そういうなんだろう納骨堂はやっぱりこう田舎の方のなんてね、こう佇まいあるべきと思ってたんですけども、ネットでこう、土地がないですからね。そう、いや単純にそう言えばそうですけども、しょうがないですね。冷たいな、なんか。ということで面白そうなコンテンツがですねHYU にも揃ってますので、ぜひ皆さんご登録ください、はい、ということでこの番組が面白いと思ってくれた方チャンネル登録お願いします。堀江さんの意見に賛成か反対かのアンケートも答えてみてください。あとメルマガに登録いただくと堀江さんがぜひ質問に答えてくれるので、メルマガ登録もお願いします。はい、ということで本日もありがとうございました、はい、メルマガ登録はこちら、チャンネル登録もよろしくね。内容を読み取ったページは